におけるその行為っていう、要はトライアンドエラーっていう行為はやっぱ書くっていう行為なので、うん、その学んでほしくないというか、学んでたんですよどうやら、はいはいはい、じゃなくて書くために学ばないといけないから、このセンテンス、ね、この章を何とかセッション1とかだったら、あ、じゃあこれは例えばコールとアクションの作り方とかだったら、はい、あ、コールとアクションこうやって作るんだって読んで、じゃあちょっとコールとアクション書いてみようかなって書いてみて、あれ書けない、うん、で戻って、あ、ここやったって、そのやることによってまた戻るっていう、それこそあのね、成長の4段階っていうのがあって、はい、今まあコーチングの、ね、クライアントさんに顧問入ってるんですけど、はい、コーチングの時の4段階で、人の成長の4段階なんですけど、はい、まず第一段階はできないことを知らない、はい、なるほど。第二段階にできないことを知っている、はいはいはい、第三段階に意識しながらやる、できる、はいはい、第四段階に意識しなくてもできるようになる、この4段階で人は成長していく。で、ね、書かないということはゾーン1でずっとですよ。なるほどなるほど。できないこと知らない。だからコピーってできないこと知らない状態から、まあ一回学んでみてできる気になる、はい、じゃあやってみる、全然できない、できないことを知っている、だからできないから意識して、つまり見ながらやってみる、はいはいはい、でそれを繰り返していくうちに、意識しなくてもできるようになる、これが習得、そうですね、そうですね、ですね、だからやってないから全員1のままだった、なるほどっていう、なるほど。でも今の話は何でかな、僕はスポーツやってたんで、手張りみたいな話が結構多いんですけど、あのやっぱりまず最初は先輩とか先生の肩をこうとにかく真似るというか、最初の段階はもう、まあ、学ぶけれども、やっぱ実際にこうスポーツやったら一回やってみるか、で先輩から教えてもらう、でだんだんそれができるようになってきてから、まあ、破るみたいな、まあ、もうほぼ意識しなくてもできる、そういう状態かと思うんですけど、でもまさに同じ、そうですね、だからそれも話戻って、まあ、一番最初に戻るのは結局やっぱり操るスキルっていう風に捉えてる、小手先で捉えてしまってるから、やっぱりそこを超えれないというか、ね、例えば何でしょうね、それこそさっきスポーツの話してたから、スポーツが上手になろうと思ったら結構練習せなあかんなって思うじゃないですか、はい、そうですね、そうですね、けどコピーって不思議なもんで、結構練習せなあかんなってみんなあんまり思ってないと思うんですね多分、あ見てると、はいはいはい、そこが結局やっぱりこの操るスキルやから、覚えてしまったら終わりというか、っていう価値観のズレ、スタートラインのズレがそこに現れてるのかなっていう、要は練習が甘いというか、そこをめちゃくちゃ言いますね。なるほどね、なるほどね、まあ、今言ったまあ練習が甘いというか、その、まあ、習得する段階において、まだそもそものスタートラインがまだ、まあ、ほぼ立ててないような、そういう状況だったと。そうですね。まあ、まあ、その他にもあったりします、そうですね。もう全部つながっちゃうんですけど、はい、結局、じゃあなんでそんなことが起こるのか、はい、操るとか、まあ、ちょっと練習ちゃんとしないとかっていう、なんでそれが起こるかって、結局、まあ、これはケネディに戻り、僕の、まあ、常に源泉はケネディですけども、はい、ゴールドラッシュ思考なんですよね。ゴールドラッシュ思考、結局、楽して、簡単に儲ける、はいはいはい、もうこれに尽きるというか、なるほど、しかもただれ、はいはいはい、っていう発想ですかね。うん、もうそれが消えないというか、まあ、特に楽して簡単に儲ける、はい、スキルと捉えてるっていうのが結構、なるほど、大きくて、だからそれが何を生み出してるかっていうと、はい、できる限り最短最速で、はいはい、一切の無駄をせずにゴールにたどり着きたい、と思ってる、なるほどなるほど、っていうところですかね。なるほどな、なるほど。結局そこが何か一つのマインドになって、まあ、さっき言ったまあサクッとみたいな、あんまり何もしなくてもいい、そうそう、サクッとこれだけ取ってきて、はい終わりみたいな、はいはいはい、だから結局それがね、何を起こしてるかっていうと、自分の欲しいものだけ見えるんですね。人って見たいもの見るので、そうですね、はいはい、だから結局楽して簡単に儲けるっていうところだけ見るから、そこの煽りのとこばっかり目に入ってくるんですよ。はいはいはい、要は操るとかいうことばっかり入ってきて、全部注釈で、とはいえこれはこういうことが大事なんだよとかっていうのが全部入ってるはずなんですね、はいはい、コンテンツとして、うん、なんだけど、そのまあ言ったら何なのかな、必殺技、うん、必殺技だけ覚えてるって感じ
通常攻撃がない。そうです。だからあのゲームとかで例えばストリートファイター2でいうと、はい、ずっと昇竜拳とか波動拳を打ち続けるまあ、つまり隙だらけっていう状態、うん、だから結局頭に入ってこないんですよね。なるほど、うん、だからもうその必殺技だけ覚えてる状態っていうことが起こってるなっていう。なるほどな、なるほどな。まあ今言ったのは3つですかね、まあうん、楽ゴードラッシュ思考、うん、できるだけ楽して、うん、最短で、うん、無駄なことせずにっていう、まあ、マインドと、はい、あとは、まあ、スキルととりあえず、まあ策、まあ、それもつながってしまいますね、うん、全部つながってるんですけども、あとでも、まあ、操るスキルだと思ってしまってる、うんまあ、この3つは、まあ、すごい大きいです ね, ですね、うん、だから総じて、はい、テクニックの問題じゃなくて、はい、マインドの問題だったんですよ、はい、なるほどなるほどだから僕ね、まあ、これ正直に打ち明けると、はい、こう2016年の1月からそういう育成っていうものに、ねうんまあ、挑戦させてもらって、で3月まで、はい、もうね僕の持ってる限りの情報、はい、スキル面での、はい、テクニックツール出したんですよ全部、はい、誰一人として、ね、成果出せなかったんですね。ほうほうほう、全部出しました。正直僕の持ってるもん、はい、要は僕が使ってるもの全て。なるほど。出して誰一人です。もうマジで誰一人ですね。多分追跡はしてないんですけど誰一人と思ってます。あれって思って、はい、で4月から綺麗にマインドの話に切り替えたんですよ。なるほどなるほどもうそしたら4月から成果が出るとこ続出っていう。はあ、なるほど。まあこれ以上の証拠がないというか、結局まあ、まあ分かりやすいもんで、正直やっぱダイレクト出版のおかげで明らかに正しい情報が出てるんですよ、セールスサイトに関しては、はい、そのスキル面での情報、ツール面での情報も明らかに正しい、もう疑いようもない金ピカのものが出てる、うん、だからここじゃなかったんですよ、足りてないパズルは。なるほどなるほど。なんでまあ僕今よく言ってるのは、7つの習慣からね引用させてもらって、人が成果を出すにはマインドセット、スキルセット、ツールセット、うん、この3つが揃った時に一番成果が出るようになるんだよっていうのがあるの。もうね、スキルセットとツールセットは十分この第7出版から出てた、はい、はいはい、という仮説を立てたんですよ、うん、なるほどもうこれ以上スキルいらないんじゃないかと、はいはいはい、仮説を立ててもう思い切ってです。だから正直言うと当時で多分50人かな、70人か50人ぐらい会社にいらっしゃったと思うんですけど、はい、全員辞めてもいいわと思う。ほう、辞められてもいいわと思う。なるほどもう仕方ない、はい、もうでも僕はそれが多分そうだなとそこに仮説を立てたので、はい、もう辞めると続出しても構わんから、もうあんまないぞとセールスライティングって、うんうんうん、で本気でやろうぜ。なるほどそもそもセールスライティングって例えばセールスライターとしてやるんだったら、はい、クライアントの、まあ、もちろん大切なお金、うん、大切な時間、そして何より地域で積み上げてきた信頼、うん、そしてクライアントさんの経験ですよね、自分のスキルとか積み上げたものっていうものをお預かりして世に出す立場、はいはいはい、入り方が甘かったんじゃないかと金儲けの手段として俺らが捉えるべきではないだろうっていう、うん、その私たちは何をお預かりして、まあ、報酬いただいたりとか何を担保していくのかとかっていうのの視点を一回自分の中でやり直した時に甘かったなと思って、うん、だからセールスライターとしてのあり方を解いていこうと思って。なるほどなるほど本当に根底のマインドのところを、私たちは何をお預かりして、うん、何を提供してるのかっていうことを、まあ、こう解き直して、うん、っていう感じですかね。なるほど、うん、じゃあ決定的に足りてなかったのは、まあ、何ていうか楠野さんがその指導されてきていろんなライターさん見た時にマインドの部分のパラダイムシフト、うん、まあ、お客さんの受講生の方のパラダイムシフトが一番大きかったんですね、うん、圧倒的でしたね。はあ、なるほど、うん、圧倒的特に行動を起こせない、うん、クライアントを取りに行けないっていう恐怖、はい、結局誰一人何もしてないんですよね、基本的にクライアントに行くとか、うん、でその恐怖がなくなった決定的な一言が、はい、結果にフォーカスするな、はい、結果にフォーカスするから行動できない、はい、重要なことは全力でやることにフォーカスしろっていう、ほう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 、フォーカスする場所、はい、成果結果にフォーカスするから成果結果が怖くて行動が起こせない。なるほどなるほど。だからそうじゃなくって
チャンスをいただいたらそのクライアントさんに死ぬ気で全力で貢献すること、だから、うん、その結果成果が出なかったらそれは自分のスキル力量不足、うん、だからそれを素直に認めてもう一回やり直せばいい、うん、ただそれだけ、うん、でクライアントさんにはめちゃくちゃ謝ってその失敗を取り返すまで仕事をさせてくれて頼めばいい、うん、なるほど、ただで、はいはいはい、っていうことを言ってみたんですね。なるほどなるほど。そしたらそう思ったらみんなが行動されて、ほうほうほう、でここでやっぱりねついに出ましたあのケネディのね、まあずっと出てるか両目の見えない国では片目でも見えれば収められる、はい、みんな成果出るんですよやっぱり、ほうそれなりに、うん、でこれねすごいですよ、これニュースレターでの BS で、はい、実践ニュースレターで多分4月号でインタビューするんですけど、はい、工務店さんのほうほうほうチラシを作ったりとかして、はい、あのまあ、家売るの難しいじゃないですかなかなか、まあ相当ですよ ね、はい、が昨年実績5件、はい、だったのが2万部でですよ、はい、3棟売ったんですよ家、マジですか前年度の売り上げが 5棟やったのが2万部の折り込みチラシで家3棟売ったんですよ、はあはあ、結局2015年実績が5棟で、はい、2016年実績、まあでも完全に入ったのって途中からなんだけど、はい、11棟おおそうですね打って、でまあ1棟あたり、まあ、インタビュー言ってたんですけど、まあ5から700万ぐらいの利益が出ると、で2万部のチラシで3棟売れたわけですすごいっすねっていう結果が出たりとか、なるほどなるほど、要は、ま、やっただけですよ、まだまだ、そうですねそうですね、まだまだやっただけ、借りのやつ全然ありますよね、うん、で人によってはそういう DM っていうところから入ってみたんだけど、うん、リストの精査が甘かったから失敗したんですよその方は。あなるほどなるほど、失敗したんだけどその、はい、全力で貢献するんだっていうことを教えてるので、うん、全力でやったから結局リピートしたんですよそのクライアントさんは。なるほどなるほど、あなたの姿勢を見て私はあなたとやりたいと思ったから、うん、また頼みますっていう、結局成果結果を担保してしまうから成果結果が怖くなるってことが分かったんですよ。なるほどなるほどだからクライアントにそれを担保するなと、うん、クライアントには今持ってる実力通りで全力でやる、はいはい、しかも私が出せるものはここだってちゃんと話し合いをして双方じゃあこれやったらやってみましょうってなってるわけやから、はい、もう課題の分離半分後ですよ、うんうんうん、っていう風にしました。いいですね、でもすごい話ですね、はい、この話しだすともう5時間ぐらい話すのでちょっとやってみましょう、まあでも本当にそこですね、マインドが変わって、うん、もうどんどんみんな変わりました。なるほどなるほど、僕今の話の、まあ、続きというか、まあ、このポッドキャストも、うんまあ、このテーマでは一応、まあ、最後の質問になるんですけども、うんうん、まあ草野さん今ご自身でも多分、まあ、ライティングとか、まあうんうん、クライアントたくさん取ってやられてると思うんですけども、セールスライターのその仕事っていう観点で言ったら、うんうんうん、今 そのセールスライターとその、まあ、仕事の量ってあるじゃないですか、うん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 、全然まだまだ、まあ、僕の視点では全然その仕事の量が多くて、うんうんうん、ライターとしてはまだ足りないっていう僕は思ってるんですけども、うんうん、楠野さんとしてはどう思います？もう全く同じ見解で、圧倒的に足りないです。まあめちゃくちゃシンプルなこと言うと、はい、世の中の社長の数だけセールスライターが必要です。すごい的確ななぜなら、はい、まあ僕は事実しか言わないということで、時々ダイレクト出版にとってもあまり都合の良くないことも言うかもしれないですけどすごい心がけてるのは絶対事実しか言わない、うん、事実っていうのはあくまでもその僕の見てきた事実しか言わないんですけれども、はいはい、圧倒的に分かっていることが、まあ、ほとんど全ての会社にね DRM が必要っていうことは、まあはい、分かってる。でここがポイントなんですよ、うん、ほとんど全ての会社の社長さんが、はい、DRM なんてやりたくない。なるほどやりたくないですよ。だから面白いもんで、例えば大学出版のセミナーとか来ても、はい、まあ勉強しようと、はい、いや俺がやろうと思って来るんだけど、うん、これを本当に俺がやるのかとで会場にセールスライターいないかで相性が悪いといたら、うん、これやらないかって、うん、でそれが社長さんなんですね、やっぱり。ああなるほどなるほど。やしやっぱり社長さんってやらなあかんこといっぱいあるから、でセールスライティングっていうかダイレクトレスポンスってもうものすごく細かいことの繰り返し、うん、そうですね、なので現実的にマネジメントもして数字も見て、うん、集客もしてとか、もう社長さん手に負えないですよね、そうですね、現実的に。わかります、うん、
だからもう現実的に世の中の社長さんの数、タウンページの数、はい、が仕事がある、まあ、もちろんただその会社の事業形態によって収益モデル、うん、レベルによってもちろん入れない、はい、クライアントさんもちろんいるのも事実なんだけど、はい、もう仕事は社長の数だけあると思ってもらって、うんうん、ただまあ注意書きというか、はい、あ忠告というか、まあ、ただし、はい、まあ、ただしじゃないですね、セールスライター、まあ、これもセールスライターの方よく言うんですけども、はい、セールスライターって本当に仕事あるんですかって質問に対して僕がもう一言でお返しするのは、そうですね、もし今あなたがお仕事がないと、はい、いうことで困りでしたら、今のあなたのスキルではお仕事がないんだと思いますよ、あっていうふうにお返しします。なるほどなるほど、はいはいはい、まあそうですよね、ただスキルの仕事ですからね、はい、もだって何でしょう、美容師さんなのに髪が切るのが不安で仕方ないっていう人が美容師の仕事できないじゃないですか。そうですね、うん、セールスライターもそれと全く一緒で、うん、仕事はいっぱいあるんだけれども、まだまだそのクライアントに貢献できるレベル、うん、スキルが足りないというよりクライアントに貢献できるレベルまでいってないだけの話。うん、なるほど、うん、もう仕事は無限にあります。なるほど。し僕自身もなちょろっと話すると、今やってることってもう現実は赤字で育成をしてる、はい、持ち出しで、うん、やってるわけなんだけど、なんでそんなことやってるかっていうと、とにかくあの僕のクライアントさんに足りないですよ、ライターが、うん、で僕ね昔はねちょっと生きがってたので、はい、今ももしかしたら生きがってるかもしれないですけど、その、まあ、いっぱい仕事の依頼が来てもう受けきれないんですとか言って、それをなんか自慢げに言ってた時期もあったかもしれないんだけど、はい、よくよく考えたら僕に助けてくださいお願いしますって言ってくれた社長さんに対して、僕ってやるべきことやれてないなっていうことで、まあ、めっちゃ反省したんですよ。なるほどなるほど。自慢、まあ受けれないのは仕方ないとして、役立つって仕方ないとして、はい、自慢することではないなとものすごい自分の中で反省したんですよ。だからその方たちにお仕事を僕はできないんだけれども、そのダイレクトエッセンスを導入するにあたって、はい、このライターさんっていうのを一人でも多くこうつなぎできたらいいなと思って、うん、いう感じで今やってるのかなっていうところですね。なるほど。っていうぐらい足りないってことです。クソさんがその採算度外視で育成っていう場所に行って、はい、もう足りないっていうことだよね、うん、全然足りないですね。